塚山古墳、塚山聖古墳、塚山南古墳の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成塚山古墳は、栃木県宇都宮市西川殿7丁目に存在する前方公園墳である。救命は、兵庫塚古墳。本校では、塚山古墳を主墳とする塚山古墳群についても記載する。 栃木県指定史跡。塚山古墳は、全長約98メートル、前方部の幅約55メートル、道高さ約8メートル、公園部の直径約50メートル、道高さ約8メートルの栃木県内有数の大型の顕微子型前方公園墳である。古くは、兵庫塚古墳とも呼ばれていた。墳の終焉部の形状から、 笹塚古墳と同様に縦型の集合が巡らされていたと推定されており、これを含めると全長は推定で約130メートルに達していたものと考えられている。三段築成の墳球場、前方部中段テラス面及び公園部に吹き石が見られ、また円筒波には弾き、末木が出土している。現在、一部墳球は作閉され、道路となっている。 噴球形状や出土物から、築造年代は古墳時代中期の5世紀後半と考えられている。出土品に石製細具がある。石製細具は、トース、剣、鏡、櫛、枕などを石でミニチュアのように作ったものであり、玄根の群馬県あたりで採石し、小山市付近で加工し、当地で祭祀に用いられたと推定されている。塚山古墳の周囲には、 大正9期の古墳が確認されており、塚山古墳を主墳とする塚山古墳群を形成している。1953年11月10日、羽賀町の大塚大古墳や小山市の千田塚古墳と、共に栃木県指定史跡に指定されている。塚山古墳塚山世古墳塚山南古墳塚山六号墳、直径20メートルの円墳で5世紀後半から6世紀、 初頭の間に築造されたと考えられている。栃木県指定史跡。塚山古墳群は、栃木県宇都宮市西川田町にある古墳群である。最大規模の前方後円墳である塚山古墳を主墳とし、その北側に小型円墳が6基西側から南西側にかけてきたから順に、中型円墳と中型前方後円墳の塚。 三世古墳及び塚三南古墳が確認されている。500メートル形内に大小十基の古墳が認められる。塚山古墳群は、茂原古墳群、東谷古墳群に続いて増築された古墳群と考えられている。主墳と考えられる塚山古墳が、栃木県内有数の大型墳墓であることから、塚山古墳群はこの地方の有力者の墓と見られているのはもとより、 塚山古墳が関西地方の王族の領母に見られる県業系前方公園墳と同じ形状を有することから王族に比較的関係の近い人物の領母ではないかとの推測もある。現在、塚山古墳の北側には栃木県総合運動公園が整備され、古墳群の北部園墳群は多くが道路建設等のため作閉されて消失している。 また、塚山南古墳の地下には国道121号が通る。塚山古墳の墳球には道断筒子が植えられ、観光シーズンにはレジャー客が訪れる。この筒子によって、もこもことした装飾が墳球に施されているかのような独特の外観を呈する。単なる干渉用ではなく、筒子を植えることで墳球が崩れないように保護する役割を果たしている。 塚山古墳は旧名を兵庫塚古墳と言い,い、この旧名が周辺の地名等として残る。塚山古墳は個人が所有、保護、整備している。古墳群周辺は公園のようになっており、一般開放されている。塚山西古墳は塚山古墳の西側に位置するホタテ海形古墳である。全長は61メートル。 公園部の計46メートル、同高さ5メートル、前方部の幅22メートル、同高さ2.5メートルとされる。修行から、円筒派には、継承派には、はじき、水えなどが出土している。修行が、塚山古墳を避けるようにして作られていることから、塚山古墳よりやや後の古墳時代中期、5世紀後半から6世紀前半に築造されたものと見られている。 1973年4月13日、塚山南古墳と共に、栃木県指定史跡に指定されている。塚山南古墳は、塚山古墳の南西側、塚山西古墳の南側にある、ホタテ海型前方公園墳である。全長は58メートル、公園部の計37メートル、同高さ6メートル、前方部の幅18メートル、同高さ2メートルとされる。 修行より、円筒埴庭や、土器類が出土している。修行が、塚三世古墳を避けるようにして作られていることから、塚三世古墳より少し後の古墳時代中期、5世紀末期から6世紀、前半に築造されたものと見られている。1973年4月13日、塚三世古墳と共に、栃木県指定史跡に指定されている。ありがとうございます。